制を解除した白金隠しのない映像です。うわーうわー、いいのいいの、大丈夫、ちょっと待って、月曜はあやとらー。皆さんボンジュール、風巻まつり男役の千葉翔也です。皆さんボンジュール、風巻まつり女役の富田美優です。皆さんハロー、かなです、役の一ノ瀬かなです。あれ、いろんなね方に楽しんでほしいですね。あのより全世界、全世界、全世界に楽しんでほしいですから。この番組はテレビアニメあやかしトライアングル絶賛リスタート放送中ということで、アニメ放送待機までの間にファンの皆さんに少しでも楽しんでいただけるような毎週月曜日に発信していく月曜はあやとらでございます。はい。来週の2023年9月27日はいよいよテレビアニメあやかしトライアングルブルーレイ &DVD 第1巻発売日です。やったー。内容もめちゃくちゃ気になるんですけれども、本日は販売を記念いたしまして特典盛りだくさんなブルーレイ &DVD 第1巻の実物を見ながら紹介していこうと思います。はい、ちょっとこちらにね、ございますのは原作者矢吹健太郎先生の書き下ろし全巻収納ボックスでございます。すごい、どの角度から見ても楽しめる、いいですねこれは。中に入っておりますのが、はい、実際のパッケージでございます。はい、キャラクターデザイン古川秀樹書き下ろし衣装チェンジジャケットなんですって。一見するとね、まあ普通に ね、はい、まつりちゃんの姿、はい、そして白金なんですけれども、はい、ずるん、あ、すごい、服があらわになってしまいました、脱げた、こんなギミックも隠されております。すごいですね。いかがですか、2人開けてみて。それ、これはすごいなんか遊び心が満載と言いますが、うんうんうん、他のパターンのも見たくなっちゃう。見たい見たい、祭りだけじゃなくて、確かにね、うん、続いては、ちょっと実物はまだご用意がないので、情報になりますが、はい、特典 CD キャラクターソング風巻まつり女 CV 富田美優、はい、バージョンオリジナルサウンドトラックボリューム1となっておりまして、うん、以前ね月曜はやとらに屋敷金さんにも来ていただきましたけれども、はい、まあ、空耳が散りばめられたようなキャラクターソングになっております。はい、最後にこちら特製ブックレット、ハレンチ秘帳って書いてあるブックレットなんですけれども、はい、これを読めば、本作が理解度もっと深まるよというブックレットになっております。うんうん、さらに店舗共通購入特典や店舗別購入特典もございますので、詳細は概要欄からぜひチェックしてみてください。お願いします。そしてお待たせしました、本編映像は猫かぶらない版を収録してます。おー、いよいよですね。つまりどういうことですか、富田さん、猫かぶらない版って。放送規制を解除した白金隠しのない映像です。うわー、僕らってそう見たことないんですよね。実はないですね。実はそこで本日はですね、こんな企画をお届けします。3人で猫かぶらない版を見ていきます。やったー。先に謝罪させていただくと、ややいささか過激すぎる映像のためにですね、 YouTube では公開ができません。視聴者の皆さんには僕たち3人が見ているリアクションでいろいろとお察しいただけたらいいかなと思います。皆さんには同時で猫かぶるバージョンで、あ、かぶってるバージョン、あの、そうですね、ご覧いただく形になってるはずですので、はい、抜粋していただいた映像見ていきたいと思います。はい、VTR スタート。捕まえたら、ああ、カレンチボタン押したい。え、うわ、いいの、いいの、大丈夫、ちょっと待って、いや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 、うん、次のシーン、うわ、生々しい、生々しい。ここやばいって絶対、あ、このまま外出ちゃダメだよ。祭りダメだよ。人間のお腹が裸のままで追ってはこれまい。今のうちに封印を解き元の姿に。さすがにね。素晴らしい。いかがでしたか、猫かぶらない版は。ハレンチだけどやっぱコミカルさもあるっていうのがやっぱ矢吹先生のすごいところだなっていうふうに思うし、いや、想像以上に生々しい。富田さんはいかがですか、はい、ご覧になって。そう、なんかでもなんか美しかったですよね。あ、確かに確かにね、肉体美がね、確かに確かに、肉体美楽しんでいただけると思います。うん、詳しくお伝えしようとすると、まあ、僕も大変なことになると思うんで、社会的に皆さん見てください。お願いします、とにかく見てください、見てください。うん、月曜はあやとら、次の投稿は9月25日月曜日となっております。うん、テレビアニメあやかしトライアングル各局にて放送中ですので、ぜひご覧ください。お願いします。次回で最後らしいですよ。え、
月曜はやそら。そうなの、寂しいですね意外と。コメントお願いします。次週は最後ということで、まあ、どんな、ね、展開になるのか、楽しみにしていただきたいですし、やっぱこう月曜はあやとらがあることでいろんな、ね、グッズ紹介とか、あの本当に あやとらにまつわることをいろいろ話すことができてとっても楽しかったです。いや終わっちゃうの結構寂しいです私だからなんかまた機会があればやりたい気持ちは私はあります。なのでぜひいつでも続きがあるならお待ちしております。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。そうですね、我々ももう次回で月曜はあやとら卒業ということでそれこそ毎回やってたあやとら占いも、もう今日含めあともう2回しかないのかって思うと、うん、皆さんこれからの1週間どうするんだろうって心配ですね。思うので本当ですね、ぜひねそんな寂しい気持ちをブルーレイ、DVD 見て、はい、埋めていただければと思っております。あの猫かぶってる版もかぶってない版も両方入ってると思うので、うん、ぜひたくさん見てください。よろしくお願いします。はい、猫かぶらない版すげえぞということで、最後にあやとら占い。はい、月曜日配信の番組なので今週一番運勢がいい星座を占っちゃいます。ヤギ座。ヤギ座の方、今年じゃねえ、今週1位です。この1週間はそうですね、服が脱げます。最悪じゃんラッキーアイテムだけちょっと考えてもらっていいですか。ラッキーアイテムは、フルーツです。隠せってことこの後の放送もお見逃しなく。またね。